内研ではその特性を生かしながら、走りのエキサイトメントとストレスの少ないリラックスツーリングの両立を目指して新たな技術を導入しました。その一つが自然なハンドリングとリーン特性に貢献する LMW アッカーマンジオメトリです。こちらの映像をご覧ください。フロント二輪を備え、なおかつリーンする車両を自然なコーナーリング特性に仕上げるため、旋回時リーンしている状況でもフロント二輪が向く方向をコントロールすることが大きなポイントでした。リーンし、なおかつ内外輪差が生まれるフロント二輪が常に旋回方向を向く設計を成立させたことで、同心円を描く滑らかな旋回が可能となりました。この当社独自の設計を LMW アッカーマンジオメトリと呼んでおり、内研の魅力に大きく貢献しています。また内研では走りのエキサイトメントを実現するバンク角45度を達成するためにフロントフォークを外側に配置し、左右のタイヤ間隔を410ミリに設定しました。また前後重量バランスを理想的な50対50にするためにライダーをより後ろの位置に座らせる必要がありました。そこで二軸ステアリング機構を新たに開発し実現しました。一方、ストレスの少ないリラックスツーリングの実現に向けて、唐突なエンジンブレーキの発生を解消するアシストスリッパークラッチやシフトアップ装置を支援するクイックシフトシステム、スムーズな走行性を支えるトラクションコントロールシステム、高速道路走行時の疲労度の低減に貢献するクルーズコントロールなどを装備しています。最後にデザインについて触れさせていただきます。今までにない乗り物である内研は、同時に今までにない形を具現化しています。 LMW ならではのマシンの動きと新しいフューチャー、これらを隠すことなくむしろ強調し、スポーティーな運動特性を視覚化しました。攻めの LMW、 それを一目で伝えるボディデザインを後ほど見て触って実感していただければ幸いです。以上、 LMW の特性、そして内研の技術説明を終わります。